さよなら花鳥風月ライブ。ありがとうございます。はい、お疲れした。お疲れした。いやいやこれはね、すごかったですね。ちょっと今まで何百本何千本のライブやってきましたけど、一番疲れました。なんか全部詰まってたよな、全部若手の、うん、なんかすっごい泣きそうです。いや本当に感動しましたね、うん、感動すら今覚えてます、正直。なんか全部見れますよ、うん、ほんまにあのライブ1個見たら。いやもうめちゃくちゃおもろかったし、感動もしたし、本気で途中焦ったし。でも本気の笑いも見れたよ、あの若手が手探りでやる下りの感じとか、なんかすごい見てほしいな。若手芸人たちのもう喜怒哀楽が全て詰まった喜怒哀楽ライブやったよな。喜怒哀楽ライブ、花鳥風月じゃなくて喜怒哀楽ライブ。喜怒哀楽ライブって一番もないタイトルにしてもええぐらい喜怒哀楽が全部出てたなぁ。いやみんななんか、うん、いや本当面白かったです、めちゃくちゃ。すごい良かったです。ぜひこれ皆さん本当に見てください、うん、本当に見てほしい、本当に見てほしいね、うん、うん、今まで見たどのなんつうのドキュメンタリーとか映画よりもなんかリアルなものを見れるんじゃないかなと思います、うん、はい。本当に、そしたらあんだけみんなうわもう全開でやってくれて、本当にあのみんなにもちゃんとギャラで還元したいんです。チケット買ってください。あと、はい、あんなどうなるかわからん、もうノー編集で見れるってなかなかないから。確かに。うん、ちょっとぜひ皆さん、はい、あのさよなら花鳥風月ライブ皆さんあの見ていただけたらなと思います。そして見てくださった方は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様。あまあ言いたいことも全部ぶつけれましたし、うん、やれることはまあ全部やったかなっていう感じなんですけど、なんか僕らは素敵じゃないか本当はね、うん、はい、まあ、まあ、あのある程度大団円というか、はい、終わったんです、終わったんでよかったなっていうのと、でもなんかちょっと他のコンビが出てる時間がなんかそのちょっとなんか どうなんだろうっていうのが、マジやめろ、そういうのあったんですよ。マジでやめろ本当に、なんか喧嘩してる、そういうのやめろって言われたら、じゃあまあちょっと見てください、一回そのどうだったの、僕がの言葉がどうか、ほらああいうのがいるんですよ、僕は本当泣きそうになりました、うん、いや本当に見てくれれば、うん、神保町がどういう劇場なのか、誰がどういう立ち回りをしてるのかみたいなのも全部含めて分かると思うんで、はい、皆さんの目で僕らを育ててくれればいいと思います。確かめてください。素敵じゃないかさんの YouTube もぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それもやめて。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長々とね、僕たちの茶番に、付き合っていただいて、ありがとうございますということですけども、もうね、あくまで、皆さんに、笑ってほしいというね思いで、やらせていただきましたので、これからもね、令和ロマンとともに、みんなで、劇場を盛り上げていけたらなというふうに思っております。あ、パニクってますパニ、あ、凛々しくなっておるんで、はい、パニクってるみたいですけども、これからも頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ちょっと出し切ったじゃないですか。ちょっともう、ね、感情、いろんな感情がちょっともう乗っちゃって確かに一部ちょっと取り乱して途中より普通に泣いてたもん、うん、そう、ちょっとまさかの半泣きちょっと出ちゃいました。喜怒哀楽すべてが出ちゃった、あったね、出ちゃったね、僕は、うん、まあ俺は俺でね、はい、やりたいことできたから、そうね、うん、楽しく。ありがとうございます。別に派だから思ってないから別に。あ、そうか、問題に関しては、うん、そう、俺はそういうスタンスだったから、まあ、僕はもう安くも、うん、どうなったかな、あ、なるほど、これどうなったかなまあまあ楽しくね、そうね、もう次の、うん、次の神保町に確かに、うん、いる状態、そうね、だからさようなら花鳥風月って言ってるけど、うん、こんにちは神保町吉本、あ、うん、そうか、うん、名前、うん、そうそう、うん、花鳥風月はさようならだけど、うん、これからまた、こんにちは、うん、そう、こんにちはじゃないと、神保町花月、だから初めまして、うん、初めまして、はい、はい、ちょっとぜひ見ていただき、そうですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。あらした。見てください。いやちょっといろいろありすぎたね。はい、なんかね、そういろいろありすぎちょっとわからないな。あんま記憶がない、はあ、でもめっちゃ楽しかったし、めっちゃ笑ったし、はい、リアルがいっぱい詰まってたの。そう、なんかあの場をその一番近くで見れたことに一番幸せ感じてます。マジで良かった。ほんでニューヨークさんがやってくれて感謝してるな。で今後もね、今後もちょっと花鳥風月終わっちゃうけど、はい、もっと魂燃やして、はい、今度はね神保町花月みんなで盛り上げていきたいと思います、はい、今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。はい、涙橋太郎です。なんか急に呼んでいただきまして、いや本当にありがとうございました。なんか言いたいこととか溜まってたこととか全部正直に言えて、でまあそのお互いね、その思ってたりその事実とその異なる部分とか、そのお互いいろいろこう言い合えて、魂でねぶつかり合えて、僕は正直すっきりしましたんで。まあそのよかったらね、その今そのストレスがいろいろねたまる社会ではありますけれども、こうやってストレスはね直接こう発散しているこの若手芸人もね、見ていただけてスカッとしていただければなと思いますので、もうただただニューヨークさんと岡田さんに感謝ですね。本当にありがとうございました。記憶ないっす。最終的に嶋佐さんと屋敷さんに同活してたこの距離で。いや俺記憶ないね本当に。何したらいいかも分かんないし。やめて、その犯罪者の言い分みたいなめっちゃ怖い。途中だけど猫みたいなの出たの覚えてる。猫誰にやったとかも覚えてる。アーカイブで猫は確認していただいてまあでもちょっとね、ニューヨークさんにちょっとその一発かませたのがちょっと一矢報いられたのね。そのダサいダサい言われて、ダサいとかなんかそのずっとスタンスが上だったから、うん、ガッといけたの気持ちよかった。マジ気持ちよかった。その記憶だけ、その記憶だけはなんかわかんないけど、引き当てたら屋敷さんが抜け取ってたところだけ覚えてる。確かに屋敷さんの嶋佐さんに床に転げ落ちた可能な一撃で、ちょっとそれはスカッとしたな本当に。そのニューヨークさん見れるのは多分このアーカイブかなり貴重だと思う。マジでそうか。ぜひ買ってみてください、ね、お願いします。マッキーライブでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいライブ、すごかったね。すごかった。結構序盤の方、僕らが出てない時とかのね、あの感情がすごかったですね。すごかったね。やばい。いやでもかなりその花鳥風月がもたらしたわだかまりは割と取れたんじゃない。まあ確かに。取れた。取れてそうでは。あれ取れてた。ただまあ俺たちがやっぱあの場に立っていかに一番上として寂しい思いをしてるかっていうのが出てしまった。シンプルに寂しい。ぜひ見てください。お願いします。ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。いろいろ、話しましたけど、やっぱりスーパーサイズミーは許せないですね。そんな感じじゃなかったんですけど、楽しかったよ、その人の喧嘩見て。正直てか楽しくてよかったんかなってちょっと思います。みんな結構ガチでガチで喧嘩してる、はい、あそんなマジで怒ってんねんやみたいな。最後まで楽しいで入って楽しいで終わったんで、まあ、仲良くこれからもやっていきたいなって、はい、嫌われたら大変そうやなっていうのを見れました、はい、嫌われないように頑張ります。ありがとうございました。はい、あ、じゃあ席に。もちろん。あ、すみません。いや、ちょっと思ってた巨国とかを倒したくて、今日ちょっといろいろこの日まで蓄えてきたんですけど、まあ喋ったら喋ったら全然響かなくて、なんか
その本当に僕が間違ってたのかなというか、本当にその左もこの挨拶問題に関しても左も僕ですし、いろいろちょっと今後ちょっと自分からしっかりとみんなにあの挨拶とかしっかりとかして皆さんご迷惑をおかけしたなというところで、なんか本当に僕は最後に勝って終わろうと思ってたんですけど、本当になんか僕が一番誰よりも負けてたというか、そんな感じだったので、ちょっとこれからは本当にいい劇場になっていけばなというふうに思うんですけど、はい、まあみんなで楽しい劇場にしたいと思います。本当今日はいろいろご迷惑をおかけしました。お疲れ様でした。ありがとうございました。もう最高でしたね。どう、そもそも僕らはその何もなく、はい、ただ、はい、呼んでもらってないの寂しいなっていうだけだったんで、けどなんか本当にこの神保町漫才吉本漫才劇場できて以来のなんか歴史的な瞬間を目の前で見れて、はい、そう感動しました。お客さんとしても本当に楽しかったです。ただ下手に踏み込むことでもないかなと思ったから、そうね、その結構ガチだったんで、あの知らなかったみんなやっぱり3000人が見てるっていうので大問題になってたんやってな、むちゃくちゃ俺あんな表情見たことなかったね。後輩たちとか先輩とかが、そうめっちゃ怖かったよな。めっちゃ怖かったな。本当に何秒間かマジドキュメントの瞬間あったと思うんです。僕らがやったターンはもう楽しくできた。そう俺らの時はね、多分僕なんか一言も喋ってないですこんなやついないと思いますビビり散らかしても、はい、でももう最高でした、はい、本当にもうニューヨークさんに感謝です。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。よかった、見てください。どうもソイソースです。ソイソース、やべー終わりましたね、すっごく楽しかったです。いやお前まず先にありがとうございましただろ。いや楽しかったから、楽しかったでいいじゃない。ありがとうございましただろ。なんなんだお前よ。いいじゃねえぞ。はい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 、神保町漫才劇場。はい、ありがとう。大丈夫ですか、これ。ありがとう。うん。今、神保町はどうなの？流れた血の色が。